本当だ。そうだよね。ちょっとね、あの手作りフードが全然来なくて、はいはいはい、で、今ちょっと探してたんですけど、前発注して残ってた缶詰があって、その缶詰もうちょっと代用して、ピンチしてるの？でそれが今月末に届くと思うんですけど、あのその今ってさどんな感じなんですか ？ID ドラインのローパックはもう35。35。で1インチでね。でそのなんだっけ添加物入ってないっていうあのココブルーのやつ。あ、そうそうそう、はい、それが、少しずつ減らしていくようにっていうことで、10上げてたんだけど、そのココグルメが全然来なくて、なんか今月末みたいな感じなんですけど、ココグルメ上げない。ココグルメじゃなくて、カナガンっていうのの缶詰。カナガンの缶詰。そう、で、それの成分表がこれ。多くないね、これ。あ、大丈夫。繊維が広がらないけど。これを今 10g 混ぜて。俺がさ、10超え、10何いくつとかだとちょっとまずいんだけど。10g しか入れてない。あ、これ 10g ね。うん。いいですよ。これ混ぜれば食べるわけ。うん、そう。10g、1日で 10g。10g が2回。10g が2回。あのドライも 35g が2回。そう、2回、はい、でそれにあと何か卵あとその卵ボールおやつで2個、2粒、2粒が2回。そう、2粒しかあげてない、はい、それ以外は食べてない。運動量がどっちかって言ったら減ってるかも。わかりました。暑いからさ、散歩はそう行けないからさ。そう、暑いのと、なんか雨がすごい降ってたし。ごめんね、ちょっと身体検査しますよ。これですね。ごめんね、ちょっと顔こっち見てくれる？よし。はい、かいちゃん。食べるかな。ドリンクまた。だからそれも最近与えてない。でも興味を示してる。しますね。食べれるこれ。どう。お食べれるようになった。すごいじゃん。はい、どうぞ。お食べれるようになったじゃんこれ。んあります、メタボリックス。あります、うん、あります。あげたってください、メタボリックスですけど、はい、卵ボールよりもこっちの方がいいかもね。それが食べるなら、そう、食べないかなと思ったら、ちょっと触らせて、ここ出てきてないね、何もないですね。毎日ちょっと触ってはいるけど、手術の後もなんかゴリゴリはある、糸はあるけど、スコリはない、ね、そう、ちょっとリンパとかもこういうところとかも気にして触ってるけど、そうそう、一番近いリンパはここなんだよね、脇の下だ、そっけーが、まあ首とかですね。 OK、 まあいいっすよ、痩せさせないでこのまま維持していってください。ただまあ来るたびに太られるとさすがにちょっと困りますけど、はい、どうぞ。
い、舐めるの、これ舐めるの、はい、口開けないでね、そうそうそう、前歯嫌がりますね、結構。うん、そう、前歯嫌がる。前もね、やっとくんだけど、前歯グラグラだったから。はい、じゃあ100の2分でね、左か。左。全身とここ。はい。感染症を今日やります。ちょっと待って、ね、はい、ごめんね。はい、カちゃん。どうですか。はい、それ食べたらね、お尻切ってですね。ねえ、メタボブスケットで全然食べかったのに、ね、この体調が上がって食べれるようになってる。混ぜなくて食べれるんだったら混ぜなくて、そうそう、混ぜなくて食べるんだったら混ぜなくていいですよ。ちょっとやってみよう。はい、はい、じゃあいいよ、100の2、はい、全身と、じゃあ左の、あと今日歯磨き粉をもらってきたいんですか。はい、次から4週間。うん、いい、大丈夫。まあ一応さ、まあなんかあれば触ってもらって、腫れてないことを一般人ならいいですね。はい、そこが条件だったらいい。はい、ずっとしてキャリアの薬はあるんだよね。うん、2ヶ月あった。ありますね。はい。8月分と9月分あります。はい。安心と。長さも作ってる。今回はじゃこれでやって、今度4週間経ったら、今この子抗生物質が2種類入ってるんで、この次は抗生物質1種類外しますんで、今度あの今クリナマイシンを外したいんで、外すんだったら、クリンダマイシンで抗生物質なんだけど、あの歯の根っこに効く抗生物質なんですよ。歯の根っこ、天気性菌に対して、歯の根っこっていうのは天気性菌って、ね、空気が嫌いな細菌が多いんですけど、まあ、それが結構苦いと、あー苦いかも、で B の薬が消炎鎮痛剤だけど、ロコキシンって言って変えたんだよね、私。あのステロイドじゃない抗生物質なんだけど、それは腫瘍の成長を抑える働きがあると言われる、あの消炎鎮痛剤なんですけどね、これで、まあ胃腸への負担も少ない、うん、もしかして尻尾だね、どっちかと。でもよかったね、食べて。ほんで今のところ出てきた。でもさ、まあ何だけど脂肪肉質だったけどね。うん、そう、脂肪肉質でしたよね。だから変な名前なんですよ、ミックスってつくと。絶対出るとは限らないけど、出る確率がとっても高いからさ、同じ場所に出てくるかもしれないし、違うところに出てくるかもしれないですね。で、まあ、なるべく少しでもそういうのが確率を落とすためにね、あの、まあ、でも次出たらもうちょっと手術しないかも。まあそれは、それでもいいと思いますよ、ね、だって手術した後あんだけ食べないとかなっちゃうとしんどいもんね。
寿命は縮むかもしれないけど。そうですよね。まあだから少しでも、要は抗がん剤、効く抗がん剤じゃないんですよ、脂肪に物質って。まあこれがあったら多少は効果があるかな。しんどいばっかだからさ、多分食べにくくなっちゃうし、手も抜けてっちゃうし、だったらまあそこまで強いのじゃなくてね、抗戦照射療法とか、あの、プロコクションってちょっと腫瘍の成長を抑えるような働きがある、あの、消炎鎮痛剤とかね、飲んでくるみたいな。本当はね、まあ、4週間出しますけど、可能だったらさ、1週間に1回か2週間に1回はこれは出たいんですけど、もしこれそうだったら、ということです。毎週は見るかも。まあ、でも2週間に1回ぐらいな、うん、これそうだったら、じゃあ、あの、治療に来てください。はい。はい、じゃあ、今お薬作ってますんでね。はい、まあ、一応4週間も出しますので、ね。はい。そうで、まあ、もし食べるんだったらその混ぜ物なしで食べてくれればそれはそれでいいですね。はい、メタボリクス食べるんだね。この最後に食べる、ちょっと食べるようになってきたから、これはこれは食べると思わなかったね。ね、終わったよ。はい、じゃあ待ち合わせの盛り上げてみてください。すいません、もしかしたら何も混ぜなくても食べる、食べるかもしれない、ね、まあ、分かんないですけどね。ちょっとやってみてください、はい。